S-60 57mm 対空機関砲もしくは 57mm アスプ S-60 は第二次世界大戦後にソビエト連邦が開発した短中距離防空用の牽引式対空機関砲であり東欧、中東、東アジアの50カ国以上で使用された。アスプとはロシア語ゼロ頭文字であり英語表記するとオートマティックアンチエアクラフトとなる。 s 六十は1 9四十年代後半に既存の三十七ミリメートル降射機関砲を代替するために開発が開始され五十七ミリメートル口径を持つ三つの試作型の中から VG グラビンによるものが採用された。これは西側諸国の情報では露覚したドイツの試作対空砲である五 5.5cm ガレート五十八や五センチメートルフラック十一の 影響を受けたと言われている。そして、この試作型は1946年から試験を受け、いくつかの簡単な改良の後に5 7ト、mm、ルアスプ S-60 として1950年には、正式化された。S-60 ワップアゾマイナス5射撃統制装置、および3-4レーダーの組み合わせによって、半自動的な構成能力を実現しており、そして、後に、 改良型のプアゾマ6、60射撃統制装置及び3-9、または 3-9A レーダーも導入された。レーダー兼標準算定器の機能を持つフラップホイール、レーダーを装備することもあり、これは後に ECM 環境下でも使用できるローライトテレビカメラと敵味方識別装置に更新された。射撃統制装置とレーダーは、 発電機やケーブル分配箱などとともに中隊に位置、セット単位で配属されていた。これらの装置は、ウラル375トラックによって、牽引される。また、当然ながら各方は、光学照準装置も備えており、レーダー照準射撃と比べて射程は落ちるものの、それらの装備に頼ることなく対空戦闘を行う、ことも可能となっている。そして、 当初の予定通り1950年代中に 37mm 光射機関砲を代替した S-60 は、四段霊下の光射砲兵連隊に配備された。当時の光射砲兵連隊は2個光射砲兵中隊で構成されており、各中隊には6門の S-60 が配備されていた。また、ソ連防空軍の光射部隊において S-60 を装備する。 各連隊は4個中隊で構成されていた。後射砲兵連隊には、フラットフェイスレーダーと敵味方識別装置が配備されていて、発見した敵機情報を S-60 中隊の射撃統制装置に送信して、目標補足の初期情報として利用することができた。しかし、1960年代中頃のソ連地上軍における、四弾防空部隊は、 その装備を対空機関砲から地対空ミサイルへと変更し始めたため S-60 は1970年代には退役することとなったものの諸外国では継続して使用された射撃統制装置の能力としては最大8門までの S-60 を接続することが可能で実際に北ベトナム軍はベトナム戦争にて8門で一中隊とした 対空陣地を構築したことが確認されている。S-60 とその中国によるコピー品は世界中のあらゆる戦争、紛争において使用された。ベトナム戦争においては北ベトナム軍側の低空域防空用火器として重要な位置を占めた。実際に高度460から1500メートルでの有効性は高く、死空ミサイルを保管する存在としての存在価値が 認識されソビエト本国においてもそして、S-60 はその後も使用され続け、最初の配備から60年以上の時を経た、現代のシリア内戦においても両陣営が使用していることが確認されている。また2020年、ナゴルノカラバフ紛争において、 アルメニア共和国軍が MTLB 装甲車に S-60 を搭載し、自走式対空砲に改造した車両を運用しており、一両がアゼルバイジャン軍によって捕獲されている。ただし、初期に使用された E バンドの射撃統制レーダーは、チャフやアメリカ製 ECM 機材で十分に妨害でき、その場合は広角照順のみを用いることとなったため、射程が短くなった。 エースマイナス60は、対空砲において、典型的な、その場での、全方位射撃を可能とする十字型砲画を採用しており、通常はアウトリガーを地面に下ろし、車輪を折りたたんで地面から浮かせた状態が、射撃姿勢となるが、緊急時には、車輪が設置した状態、すなわち、牽引状態での射撃も可能となっている。牽引状態のまま射撃を開始するのは5秒以内で、可能であり、 アウトリガーを使用しても20秒で射撃が開始できる。しかし、対空小準三定機を使って中隊が射撃可能になるのは10から14分後、発電機やレーダーまで陣地展開して完全な能力を発揮できるのには25から30分を要する。球団方式も、この種の機関砲において典型的なクリップ方式を採用しており、人力によって4発まとめて球弾される。 使用する砲弾としては、主に自爆機能付きの着発進艦を用いるウア -281 栄光榴弾と、1000メートル先のラオ96ミリメートル、貫徹する能力を持つ、対走行用のウブル -281 誹謗仮棒付栄光鉄光榴弾が挙げられる。ありがとうございます。